ちは。今日はですね、お買い物をしにヨドバシカメラさんにやってきました。こちらです。ニッパーを買いに来ました。こんなに種類があるんですね。やっぱり何を作るにもニッパーが必要ということで、しかもヨドバシさんはね、お得な工具がね、豊富。あれ、めぐみ店長。あー、マスダナ。どうしたんですか。この工具とかニッパーとかカッターとか買いに来たんですけど、マスダナこそ何してんですか、こんなとこで。私もニッパー買いに来たんですよ。本当ですか。はい。ねえねえねえ、ちょっとディレクターの杉田さんがやってきましたけど、杉田さん、なんでどうしたんですか。今ニッパー落ちちゃった。あー、新しいの落ちちゃった。ニッパー買いに来ました。どういうことですか。あれですね。え、何あれ。あー、プロモデルのチーター分からせたんじゃないですか。いや、僕はあれです、あの、おいつのクリスマスプレゼントを買いに来たんです。時期ですもんね。いや僕は何をしに来たんですか。私もニッパー買いに来たんですよ。そうだ、せっかくだからチーターわからずさんにニッパーを紹介してもらいましょう。いや、ありがたいですけど、でもこんな偶然ありますか。ないね。ねえ、ちょっと無理ある設定ですか。見てくださいよ、取材許可書。皆さんバッチリついてるじゃないですか。何この茶番。でもニッパーを買いに来たことは分かった。工具メーカー出身のチーターさんに聞いてみよう。お小遣いは5000円です。この5000円で工具買いたいと思います。ただこれだけニッパー種類あるんですよ。もう60種類ぐらいあるんですけど、チーターさん、どういうのを買ったらいいですか。もうピンキリですか。いや、まあ、ニッパーだけで5000円だったらすごい選択肢はあるんですけど、はいはい、他どういうことをやりたいかっていう感じですよね。ね、ニッパーだけで5,400円、4,950円、こんなするものもあるんですね。そうだから、まあ、ニッパーだけ買うでもいいんですけど、マスダーナが今後何をしていきたいかとか、まあ、プラモデルどういうふうに作りたいかで欲しいもの、まあ、ニッパーだけじゃなくても変わってくると思うんですよね。今後は色塗りとかもやって組み立てたりとか、そういうことまでやっていきたいんですよ。そしたら、まあ、今回のこの5,000円って金額でどこまでやるかですよね。ということは、はい、僕らじゃあ、はい、おすすめのグッズ集めてきていいですか。あるんですね、教えてください、ぜひ。じゃあレッツゴー。5000円だとニッパー以外に何を買うのかがポイント。ちなみに私の場合は5000円いっぱいいっぱいのニッパーを初めに買っちゃって、5000円だとお金が余らないんだけど、その後になぜかデザインナイフを買ったんで、今思うとね、ヤスリとか買っときゃよかったなって思った。まあね、みんなもね、いろいろ考えてみて。ボリマリじゃないですかこれ。じゃあ僕行く。僕が使ってて外せないのが、キサゲ買った。必要ですよ、これいりますよ。キサゲって何ですか。キサゲってこれね、カンナ掛けとかにも使える、筋彫りとかにも使えるやつで、頻度が高いやつですね。カンナ掛けも筋彫りも通じてないけど、あのね、こう総合して揃った、あの野球選手で言えば元広島の高橋義彦みたいな感じで、わかりやすいなって、すごい顔しましたよ。分かってる、さすが、さすが、あの人だ。やっぱ自分で作ってと思うのが、紙やすましって成立しなくないですか。そうですね、ヤスリはまあ絶対必要ですよね。あと、今までやってるの見てて、増田さん、あの 100% パーツ間違えるんですよ。はい、間違えます。このパーツを外すための器具は、あの、お願いだから買っといてって感じ。これは買いです。なるほど。まあまずね、5000円以上ありますもんね。いやいや、もうそんな値段はね、それぞれね。いやいやいや、値段まずどれから紹介して前提が、ドリルピンバイスとかがないと後々絶対後悔すると思うんで、穴開けるための工具がですね。その種類が、増田さんやります。いきなりこれ。でも、あの、目標はそういう難しいのも作りたいので、あ、そう、ゆくゆくは必要になってくるかもしれないですね。これ何ですか。これ、あの、瞬間接着剤の色ついてて、もっと粘土みたいになってて、隙間とかにこれ入れて、そのまま、あの、色にもなるので、へー、綺麗に作れるよってやつですね。はい、で、まあ、これ、モリモリさん、はい、モリモリさん見えてるけど、パテ、パテ、これ、あの、ポリパテって言って、なんかね、なんだろう、なんて言えばいいんだろうな、マヨネーズぐらいのやつが固まって、すごい、その、なんだろう、
自分でいろいろ形を作れるやつですね。でこちらのエポパテ、粘土みたいなやつで形作れるやつですね。改造するやつですね。ここら辺必要でしょ。あ、はい、こちらリューター、8220円。初心者っていうのと5000円っていうルールはそして増田さんを何にしたいのかなレベルアップして3年後かな、はい、何が必要なのは。なので、まあまあ今回は5000円っていうことなので、うん、なので、うん、あのちゃんと5000円で、はい、まず普通に作れるようにっていうところの工具を選んでいきましょうか。ありがたい、チータさん本当に噛み砕いてくださって放っておくとプラモデルおじさんたちの工具談義が止まらないんで、適当に聞き流して増田アナ初めての工具選び。5000円でいろいろ選ぶのか、はい、それとも今回ニッパーだけに絞るのかっていうところですね。そうですね。でもいろいろ今おすすめを聞いて他のも欲しくなったんで、はい、ちょっと5000円だけのニッパーっていうのはちょっと今回は諦めようかなと、いろいろ買いたいです。まあ、長くしっかり使えるものの方がいいと思うので、まあ、2000円や3000円クラスのものから選んでいきましょうか。ということはこの辺りになりますか。そうですね。でニッパーって、片刃と両刃のニッパーっていうのが今模型業界では主流でありまして、ほう、お、いいね、分かんない顔したね片刃と両刃、片方の刃でパーツを切り切るのが片刃のニッパー、はいはい、両方の刃で挟んでいってパーツを切るのが、両刃のニッパーという形になります。切り口が変わってくるんですか。そうです、そうです。なので、僕が使ってるのがこのニッパーなんですけど、マイニッパー、これが片刃のニッパーですね。片刃の方を使ってるんですね、はい、片刃のニッパーだと、はい、こういう風にとりあえず持ってた模型のランナーを、今ここら辺がこう白くなってますよね、はい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 、この白くなっているところを切ると、二度切り、あ、まだ1回目ですね。こうやって、ああ平らに、 そして黒く、はい、そうです、ね、切れます。で両刃のニッパーだと、はい、そんないつも持ち歩いてるもう常備みたいな感じですさすがプロモデラーですね。不審者だね。これも白くなってますね。そうそう、あのちょっともうちょっと綺麗に切るとこの白いところをすごく小さくすることもできるんですけど、うんうんうん、どうしてもその真ん中に両方に刃が入っていってちぎるっていう感じになるので、うんうん、最後にどうしても残るんですよね。なるほど。ただ両方で残る分だけパーツは切りやすいんですよ。なるほど。片方の刃で切り切るとこっちには切りやすいんだけど、ひっくり返して変な方向にあるときに刃の方向で切る方法がちょっと変わってくるので、片刃だとちょっと切りづらいところが出てくる。ただ綺麗に切るのは片刃の方が便利よっていうことですね。綺麗に切れた方が後々組み立てるときはこう綺麗にはまっていいみたいなこともあるんですか。そうですね、基本的にやっぱ綺麗に最初にニッパーだけで綺麗にできた方が簡単ではあるんですけど、それが好みですね。あの全部ヤスリでヤスって磨いちゃうんであれば別に切りやすい方でもいいですし。なるほど。でも今話を聞いてて私両刃いいなと思いました。あ、なるほど、はい、両刃に決めたいです。あ、いいですね。そこを知ったら両刃だと、両刃だと結構値段が下がったものとか、うんうんうん、耐久値高いものとかもいっぱいあるので、うん、まあ、おすすめはタミヤさんか、あと個人的に好きなのはテオスさんのシャープネスニッパー、うん、そう、この辺が、まあ、ちょっと大きめに見えるんですけど、うんうん、なんか割と、まあ、2、3年前に出たばっかりなので切れ味がいい両刃のニッパーですね。はいはいはい、はい、あのなんか子供用のニッパーとかあるじゃないですか、はい、であれが ちっちゃい手でも持ちやすい形になってるじゃないですか、はい、であの男性用の手と女性用の手で大分違うと思うんですけど、そこら辺ってどっかありますか。そうですね、そしたら、まあ、いわゆる普通のニッパーのサイズがたくさんあります、ね、何個持ってるんですかもうほら模型やってるとニッパーは増えていくのね。だからって持ち歩かないですよ普通のニッパーが、まあ、このぐらいのサイズですね、はいはいはい、で子供のニッパーって言われてる、これはゴッドハンドさんのやつなんですけど、このぐらいサイズが違います。一回り、あ、でも結構違いますね。増田さん持ってみましょうか。確かに持った感覚、はい、あ、
あ、でもちっちゃすぎるとまたちょっと使いづらいですね。やっぱ手の形に合ったのって結構細くて長い手してるんですね。そうなんですよ。1オクターブピアノだと届くぐらい手は大きいので、バスケットボールもしてたし、これはちょっと握りづらいから、こっちのが握りやすい。女性は結構こっちが握りやすいって方多いですよ、ね、そうですか。だけどこの長さがあるんであれば全然通常のニッパーが使いやすいと思います。あ、すごい大きさで全然使いやすさも違う。そうです。そうしたら、はい、まあ、両刃のニッパーで、まあ、安定しておすすめだし、まあ、どこでも買えるってタミヤさんにもなってくるし、あと個人的におすすめなのはさっき言ったその僕が使ってる系のシリーズのステンレス製のもの、サビに関しては後で説明しようと思うんですけど、結局なんか何もしてない間に錆びるのが一番ダメージがでかいので、こっちのステンレスの切れ味は若干落ちるんですけど、ここら辺の方が、まあ、安くて錆びづらいっていうところはあるかなと思いますね。これだったらいろいろ買えますね。めちゃめちゃその後の選択肢は広くなります。良さそうですね、これね。これにします。初のマイニッパーが決まりました。ついにニッパーが決定。残りは3670円。何を買う？カッターナイフは刃を変えられるから本体はフィーリングで。何色にしようかな。ピンク。これがいいです。じゃあそうしたら、まだ3000円以上使えるね。ウェブさん、パーツオープナーは買えますよね。302円だから全然予算的にも収まるし。これ何でしたっけ。間違えたパーツを外すやつです。あ、これ絶対必要なやつだ。これは買いです。はい、これは買い。困るのはディレクターなんです。あと、じゃあパーツオープナーで言うと、まあ、ちょっと値段上がっちゃうんですけど、あ、いろいろあるわけですね。どういう社さんのパーツオープナーっていうのもあるんですよ。へえ。なんか形とかも全然違いますね。もうイルカの口みたいなものがついてるので、細いパーツを後ろからピンって押し込むとか、そういうことができるから、割と多機能なのがこっちの、同業者さんのパーツセパレーター。杉田さん知ってました？これ知らなかった。私も知らなくて。あ、本当ですか。進める側の2人が欲しくなっちゃってるね。ちなみにこれは何ですか？カッターマットです。これの上でカッターで切ったりとかするんですけど、カッターマットって実際どうですか？あ、絶対あった方がいいです。いいんだ。あった方がいいですけど、どうだなぁと。裏にいっぱいあるで行きましょう。おー、大きさによって値段が違いますかね。そうですね。で、まあ、全部同じとは言わないですけど、性能面は結構いろいろ違ったりするんで、例えばこのウェーブさんの溝付きなんてのは接着剤を入れる穴が開いていたり、あとプラスチックの棒とかコロコロ落ちるときに一旦ここで止まるとか、ね、なるほど、いいですね。そう、便利ではあるんですけど、ただ消耗品でもあるので、よく使ってると傷がついてくるので、はい、まあ、最初はこのぐらいの小さいサイズのものが1個あれば十分かなっていうところです。じゃあこれにしましょう。いや、僕は増田アナがテレ朝のデスクを、はい、ナイフの傷でガタガタにしてるのを見たいですけどね。怒られます。2400円ぐらい買えます。まだいけますね。まだいけます。そしたらさっきのドリルの話、はい、まあ、最初からちゃんとしたドリルセットがあった方がいいんですけど、うんうん、タミヤさんの、名前がポータブルツールセットっていうものなんですけど、これが、ドリルがついて、ドリルの穴を広げるリーマーっていう工具がついて、でドライバーがついて、まあ、ミニ四駆系によく使うような改造に使うセットが、まあ、ツールセットになってて、まあ、収まってるんで、多分増田アナは今後ね、出かけたりすることが多くなってくると思うので、とりあえずこれ持っておけば穴は開けられるよっていうところで、値段的にもちょうどいい。いいですね。これ欲しいです。はいです。いいですね。あとヤスリとかじゃないですか。だからヤスリか。じゃあヤスリ行きましょうか。ヤスリは必要ですね。ヤスリは必要。なんで2回行ったの？すごい、結構。で、ヤスリ、まあ大まかに言って紙ヤスリと、はい、あと鉄ヤスリがこっちにあるんですね。ほう。
で、この紙ヤスリと鉄ヤスリ、どっちが使いやすいかっていうのは、好みなんですよね。鉄ヤスリは道具、特に鉄の工具なので、はい、使う人の腕によって結構使い心地が変わったりもする。ちょっと難しそうですよね。なので今後使ってほしいんですけど、ただまあ最初は紙ヤスリ系の方が楽かなっていうところで、今回紙ヤスリにしておきましょうか。ですね。まあ、あと何より大事なのは紙ヤスリ系、まあ、消耗品なので買い足しやすいっていうのが一番大事です、はいはいはい、買い足せないと、いつも使ってる道具が買い足せないのが一番使いづらいので、なのでそう紙ヤスリだったらこの辺の3mm かな、3mm3mm か 5mm ぐらいが、まあ、ある程度まっすぐ削れて、で局面にも、対応できるっていうので、こっちの2種類のどちらかか、もしくはいろんな番手が入っている、ちょっとずつ入っているこのスペシャルパックっていうのを買っておけば、この中で自分が使いやすいものを今後買い足していくっていうことができるから便利かなって思いますね。これ買ったらほぼ終わるんですよね、きっと。あと200円ぐらいになっちゃう気がします。あと1600円ぐらいだった気がする。1430、630、320、320、302、173円。やっぱりあと200円でもうほぼ終わりですよね。他はもうマストなものは大丈夫そうですか？工具で言うとそんなにあとはいいかなっていう感じです。そしたらこれでもいいかなって。ちなみに接着剤とかおすすめ、とりあえず見るだけ見たいんですけど。あ、なるほど、確かに教えてほしいですね。チータさん本当何でも詳しい。硬さだったりとか、あとまあ接着剤の接着の仕方が違うものだったりとか、はいはいはい、いろいろあるんですけど、まあ、一番プラモデルで普及してるのだと、まあ、この辺とか。さんのあ、142円。お、買える、これなら。セメダインのプラモデル用接着剤ありますね。なので残りあれ270いくらなので、ギリギリちょうどいいですね。じゃあ、まあ接着剤細かい話はまたいろいろ、はい、あの覚えていきながらっていうところで、はい、とりあえずそうですね、まあ、1本あって困るものではない。買いましょう。はい、嬉しい。確かにこれだけ買えると思わなかったですね。13種類で入ってなかったのかな。計7点で4960円。すごくないですか。5000円でお願いします。はい、ありがとうございます。すごい、はい、ギリギリでしっかり買い物しましたね。お釣りはわずか31円。これがギリギリまで攻めたマスターナの初めてのマイ工具。工具を買ったらやっぱりお買い物をしたので、やっぱこれすぐ使いたいんですよね。そうですね、はい、もう使い方、あの注意点とかも説明したいなと思うんですよね。はい、作りたいです。そんな時はうち行きましょうか。ということで、めぐみさんが店長を務めるファンクション144分の1へ。先ほど買った工具を持ってきまして、さらにこちらのキボッタ君、これチーターさんがちょっと関わってるということで、その箱の横の完成品を作ったりとか、そういうなんか制作だったりとか、まあ、ちょっとプロモーション関係で手伝わせていただいているので。チータさんが作ったピボットはヨドバシカメラ新宿西口本店でも見られるよ。今回は工具の使い方の練習なので、無塗装のパチ組。まずは基本の木。ここはなんか体験会とかでいろんな人の持ち方見ましたけど、僕はまあ普通にこうやって持ちますけど、あの人によってはこうやって持たないと切りづらいこうですか。あ、なるほど。こうやってバネで返ってくる感じが嫌だから、バネを抜いて指を間に入れて自分で回転したいっていう人もいます。すごいですね。あ、じゃあもう本当にこれは人それぞれ自分の握りやすいようにやっていいんですね。そうです。
片刃だとさっき言った切り方の問題があるので、まあ、もうちょっと安定した切り方をした方がいいとこはあるんですけど、両方はそんなに気にしないで好きに切っちゃってください。わかりました。はい、 A の6、はい、ありました。はい、でニッパーを使います。パーツの切りたいところと表刃がちゃんと合うように切ってあげた方が綺麗に切りやすいです。こうですね、はい、切りたいところと。じゃあまず1回、ああすごい、簡単に切れました。ここがこうガタガタなってるんですよね、今切ったところ。じゃあそこを、まあ、さっき説明した通り、もう1回切ってみて、はい、刃の真ん中あたりで切る。真ん中あたり、なるほど。これ結構先端の方で切ろうとしがちなんですけど、真ん中。そうです、そうです。ニッパーはテコの原理で切る道具なんですね。で、テコの原理は多分ご存知だと思うんですけど、支点を力点作用点があって、懐かしいですね。そうそう。で、この要は支点に対して作用点にある荷物が近い方が軽い力で、持ち上げることができる。ニッパーの場合はこの真ん中の軸が支点なんです。でさっきの先端で切るっていう方法の方が刃の量が少ないので、すごく軽く切れる気がするんですけども、楽に切れるのはその真ん中の方、支点側にずらしてあげた方がよく切れる。根元の方じゃダメなんですか？根元の方だと、特にステンレスは分かりやすいと思うんですけど、根元がない。あ、本当だ、完全に開いてる。で、根元には刃がついてないことが多いので、なので一番よく切れるのは真ん中。はあ、早速じゃあ真ん中で実践してみますね。確かに切りやすい。あ、でもまだこれちょっとカクッとなってますね。そうですね。そうしたらじゃあこの飛び出てるところをデザインナイフで処理してみましょうか。デザインナイフ。何もないところから刃を当てて、はいはい、でそれで進ませていくと引っかかるところがあると思うんですよ、ね。はいはい、引っかかるところをそのゆっくり押していく。あまり力入れずに。引っ掛けてカリカリってやって感じですか？沿わせて削ぐ感じです。あ、できた。おお、きれいにできました。そうです、そうです。だからパーツを浮かしながらこうやって切るのはちょっとマサラって危なかったので、怖い時はこのカッターマットに乗りましたしね、マット。で、飛び出してるとこだけナイフに触ってパツンと押してあげるときれいにいきますよってことですね。へー、さすがプロ。あ、結構パーツ自体切っちゃった。やば。見なかったことにしましょう。見てください、こんな切れちゃいました。パーツ削っちゃいました。思ったよりパワー系なんだ。ランナーからパーツを外した後のゲート処理。基本を教わった増田アナはサクサクと作業を進めていくけど、ついにあのグッズの出番。これ挟み込むやつ。待って、ちょうどいいアイテムがここに来た。来た、来た、来た、来た。よしよしよし。ね、ここでパーツオープナー。パーツオープナー使うときは、まあ、隙間にこの刃を入れてあげるので、で、さっき言ったように傷つきやすいは傷つきやすいので、はい、後で隠れるところ、そうですね、そこだったら隠れるところなんで、これちょっと押し込んであげた。すぐ開く。難なく間違えたパーツを修正。増田アナが自分のニッパーで作ったピボット完成。いや難しかったんですよね。でもこれ一体作り上げるだけでもうニッパーの魔術師みたいになれた気がしますどうでしょう。痛い子だ、痛い子がいる。大人の人のものがあんまりないので、すごい貴重な。そう、なんかちょっと、あ、面白いなって。やっぱこうつまずくんだなって思って、あ、そうか、そこ、あ、そこが分かんないな、なるほどなっていうのを見ててとても面白かったです。面白かったよかった。チータさんにもちょっと収穫があるならよかったです